意外よ、全然微糖なのにね。押し間違っちゃった。はい、まよりこチャンネルです。申し訳ございません。はい、まあ、今日は、まあ、道屋さん、はい、まあ、長いことコーチやってるじゃないですか。長いね。もう何年ぐらいですか？30年ぐらい経つわけですね。そうだそう、5月、そうだそうだ、すごいすごい。で、まあ、30年もコーチやってるわけじゃないですか、うん。まあ、30年もやってたら、まあ、いろんな生徒、スクール生さん、見てきたと思うんですけど、まあ、中にはなんか変わった人もいたんじゃねえかなと思って、いっぱい、まあ、一番道屋さんが変わってるとは思うんですけど。そうかな。そうね、変わってるかもね。うん、そう思うそう思う。認めちゃって。いろんな生徒さんがいたと思うんですけど、中でも変わったスクール生さんっているんですか？いるね。やっぱ何人かいるんですか？何人か多分いるいるいる。じゃあ今日は、じゃあちょっと今までね、見てきた変わったスクール生さん、をご紹介する。ご紹介じゃなくて、ご紹介してどうするんですか？ご紹介じゃなくて。そうね。どうだろう。まずいろんな人がいたけど、印象残ってるのはレッスンに来て何も言わずに途中で帰った人。そんなことしていいんですか？いや、ま、自由じゃないかな。でも多分一言あっていいと思うんだけど、あれって。それは、なんか始まって、なんかストレッチして、体操して、こう打ってて入れ替わりとかするじゃないですか。それいなくなってた。その人、ってなるじゃないですか。その人また次の人スクール来る。来る。なんか聞いたりしなかったんですか？この前どうしたんですかって言ったら、いや別にって言われる。まあね、別にね、まあね、別に自由じゃないですか。まあ、体調が悪かったんですかって言って、別にって言われる。あ、そうなんですねって、ほら、やっぱこう、あまりこう深く食い、あ、ね、ちょっと食い下がってもあれかなと。あ、そうなんですねって言って、はい。じゃんじゃんって。その人はだってスカッシュ習いたくて来てるわけですよね。多分、スクールだもんね。でもその人一人じゃなかったよね。途中で帰ったことある人他にもいるんで。何人かそういう人がいるんですよ。なんか本当になんかこうやっててとか一緒にこう組んでる人が打てなさすぎて怒って帰っちゃった人もいるし、だからこうその途中で帰るとかあんまり、途中で遅れて、そう、宮崎って遅れてきても全然気にしないんだよね、みんなね。まあ、大体さ、遅れてきて、あ、すいませんってこう急いで入ってくるじゃないですか。でもなんか全然マイペースなんだよね、遅れてきても。そういう人もいるよね。まあ最初の頃はですよ、まあ、自分もなんですかね、いっぱいいっぱいじゃないですか。まだコーチ歴ないし、もうテンパっちゃってね、レッスン前にいっぱいこうメニューを考えるんですよね。何人だったらこれしようとか、何人だったらこれしようとかで、体操とかする間に人数確認するじゃないですか。あ、今日何人だと思って10分ぐらいして遅れてくるじゃないですか。はっ、パーンしようみたいな、しょっちゅうでしたね。そうね。だからまあでもね、今そういう経験があって今こういっぱいね、バリエーション増えたのかなって思うとちょっと感謝ですかね。ポジティブに捉えるといいのかな。バディね、いろいろ混ざってるんですか、初心者の人も打てる人も混ざったクラスであるから、まあ、その辺はすごいね、自分のなんですかね、こうためになってるから、いい経験したのって感じですか。他になんかいますか？体験で来られて、まあ、スクールの体験に来られたんだけど、その日そのスクールに人がいなくて、まあ、マンツーだったんですよね。で1時間やったんだけどね、5球ぐらいしか当たんなかったですよ、ボールがね。そうボール打つことができなくて、まだなかなかそういうことないんですよね。だからまだその頃はね、こうボール出し、今だったらほらこう構えてるところにこうボール出してあげたりとかできるけど、まだその頃はね、ちょっとこうその辺がまだこう追いついてなかったのが原因なのか、すごいちょっとへこんだんですよ私。ね、なんか
終わり際に、いやーボール難しいですかねって言って、いや見えないんですよねって言われて、うんって思ってえ見えないって、えボールが見えないんですかって言ったら、いやいつもねメガネかけてるって言われて、あーそうなんですね、じゃちょっとかけてやってみますって言って、ちょっと終わってからね、当たるのよ、最初からかけててくれとか思ったよね。今だから笑えるけど、本当にもうわーって思ってたのね。でも当たって帰ってもらえたから、まあ、その後入会されたんですよ、その方は。あーよかったでも笑えるよね。逆に良かったですよね。そうね、結果的にね、結果的に良かったと思いますよね。いろいろ良かったですよね。いろいろ良かったね、うん。結構いっぱいいますね。うん、いっぱいね、いますよね。いっぱいっていうか、よく全体的にこう最近思うのは、なんだろう、ここバディになってからですよ、混ざるじゃないですか。はい。で、最初のうちってこう一生懸命やっていいじゃないですか、思いっきり打てちゃうから。でもこう新しい人が入ってくると、打てる人たちはこう合わせてあげるとかさせちゃうわけですよね。いやまあまあね、それは、まあ、うちのスクールのシステム上そうならざるを得ない、ね、だから初心者の人は初心者の人で、なんか打てる人の中に入ってちょっとこうなんだろう、ああ申し訳ないなって思っちゃって萎縮するじゃないですか。その人たちには、いやいやいや、みんな最初そうですからって言って、もう全員いいんですよ、打っちゃえ打っちゃえって、もうちゃんとね、あの打てる人がここに出してくれますとか言ってプレッシャーかけるわけですよね。で、打てる人たちはまたそれを見て学ぶわけですよね。あ、コントロールって難しいんだって言って、それを見てるのがめっちゃ楽しいんですけど考え方によってはね、初めての人は打てる人のを見て学べるし、ね、打ってる人はコントロールとかを覚えちゃうから、すごいいい感じって私は思ってるんですよね。でもね、そのやる側ですよ初めての人も打てる人もきっと、何言うねんこの人って思ってるのかなって考えるのも楽しいんですけどね、まあ、さっきまでね、うん、変わった生徒さんの話してきましたけど、うん、やっぱね一番変わってる